はい、というわけでトラッシャー村上くんのイケボチャンネルなんですけども、このチャンネル名にした理由は絶対に聞かないでくださいということで、今回もやってまいりましたね。はい、やりましょう。まあ、今回もしてもまだ第2回目なんですけども、まあ、今回はですね、僕がなんかよく普段言われるコメントがあるんですけど、僕の声がですね、鬼滅の刃の吾妻善逸っていうキャラクターにすげえそっくりだと、よく言われるんですよ、いろんな人にね。似てますか？もう俺的にはもう全然似てないなって全然思うんですけど、まあ、なんか、その前にですね、その本ちゃんというか、僕が声コードを主に上げてるチャンネルで、その一回ね、善逸の動画を載っけたんですけど、善逸の声やってみたみたいなやつやってみたんですけど、それがですね、結構好評で35万再生ぐらいいったのかな。で、その後ちょっと味を占めてね、第2回の、マリオカートやらせてみたっていうね、ちょっと動画もやったんですけど、そしたらそれもですね、今20万再生ぐらいいってるのかな。で、僕からしたらですね、20万、30万ってすごいですよ。うん。なんで、まあ、こっちのチャンネルでも、ぜひその再生数を取りたいということで、まあ、今回は、タイトルに、善逸っていうワードを入れさせていただきましたよ。うん。ごめんなさいね、本当にね。なんか、そういう悪気はないです、特に。別に俺はね、そのキャラクターもとても好きですよ。まあ、とてもね、キャラクターも好きですし、なんだろうな、別に、バカにしてるわけじゃないんですよ。むしろね、僕は、ここでちょっと自慢させてもらってもいいですか？まあ、自慢というか自慢でもないんですけども、僕ですね、鬼滅の刃、もう高校生の時からちゃんとしっかり単行も買ってます！た。そう、買ってました。そう、売っちゃったんですよ。しっかり僕、鬼滅の刃初版でね、1から5まで全部僕揃えてたんですよね。なのに途中で僕売っちゃ、何どうなってんのこれ。途中で売っちゃってですね、多分5巻ぐらい出たあたりで売ったのかな。うん、で、売っちゃって、もうめっちゃマジ後悔しとるわ。マジ、それでさ、俺、メルカリで見たのよ。どんぐらいで売ってんのかなと思って、その初版はね、初版は何位ぐらいなのかなと思って見てみたら、全部合わせて4万とか5万で取引されてんの。やばくない？ねえ、おかしいでしょそれね。やばいって本当に。金を儲けようとするな。はい、というわけで第2回戦ですけども、まあ、先ほどですね、僕はそのなんだ単行本とかを売って金を儲けるなっていう話を最後にしたと思うんですけど、考えてみたら俺もアニメの声優の真似して金儲けてね。だからどんどんしちゃえるよ転売。ダメですよ。あんまり僕はおすすめしませんけども。んー、いや、良くないと思いますけどね。まあ、でも俺人のこと言えねえからさ。人のこと言えねえから、まあ、してもいいんじゃね？うん、やめろと言わねえわ。うん。言えねえもん、人のことマジで。やばいって滑れちゃった。まあね。なんだろう、最近、映画化だのなんだろうで、結構騒がれてましたし、やはりね、やっぱ TikTok とか、皆さん見てますか TikTok。陽キャアプリね、陽キャしか見ないアプリ、まあ、僕は陽キャなんで見るんですけども。で、その陽キャアプリの TikTok でも結構その鬼滅の刃がね話題になってるんですよ。やっぱり毎回毎回そのランキングで出てきますしね。ランキングってかおすすめか、おすすめで毎回出てくるんですよ。で、やっぱりあ、鬼滅の刃ってすげえ人気なんだなーっていうのを思ってですね、まあ僕も一回その TikTok に僕がただ実況をしてるだけの声を善逸の声真似だという体にして投稿したんですよ。そしたら、大絶賛！ありがとうございます。まあ、すごい絶賛のね、声が多くてですね、ありがたいことに。で、まあ、それでね、まあ、今、味しめて、こうやって今やってるんですけども、レインボーロード苦手だからやめてほしいな、これ。あー、やばいやばい、死んだ死んだ。もう終わりでしょ、これ。終わりだ、終わりだ。あー、終わり終わり。はい、9位。はい。というわけで、今、何回目だ？忘れちゃった。3回目かな？第3回目ということで、まあ、僕、ここのステージ大好きということでね、まあ、やっていこうと思うんですけども、まあ、さっきどこまで話したっけ？何の話したか忘れちゃったわ！善逸の話は覚えてるけど、それ以外忘れちゃったってことなんですけども、あ、そうだそうだ。そう、ね、コースをさ、選んでる時に思いついた話があったんだけど、さっき。僕、最近ね、その、鬼滅の刃の、画像とか漁ってたんですよ。まあ、よくサムネイルとかで使わせていただいてるんで、アニメとかの切り抜きでもいいから、ちょっと使えるものねえかなと思って探してたんですよ。そしたらですよ、思いっきりネタバレされたのよ、その画像検索のやつで。なんか、
本当に、え、いやガチでさ、本気でマジでありえないぐらいのネタバレされたの。何、ここ言っていい、言っていいよね、言っていい、いやなんで言っていいよねこれ。いやダメか、いやじゃあ一応やめとくけど、なんか例えばどの鬼を倒すとかそういうくだりとか、あと今後の先のやつとかの展開も、もうそれすらもその画像検索のところで貼られちゃってて、もうそれで俺もう大ネタバレされたんですよ。もうだからもう逆にそれで今開き直って、もういろんな人にそれネタバレしてる。その結果めっちゃ嫌われております。でもさ、俺思うんだけど、なんかネタバレでなんかさ、そんなうだうだ言うやつってだるくね。正直、正直めっちゃだるくない？だってさ、考えてみたらさ、もうそんなにその漫画とかアニメが好きだったら、もうさ原作買えばいいじゃんと思うのよ俺。思わん、もんもうだったら、もうそんなネタバレ嫌だって言うんだったら、もうわざわざジャンプ買うなり、もう単行本買うなり、もう買わなくても借りるなりすりゃいいやんと思うのよ。で大体ね、そうやって言うとみんな言いがちなのが、時間がねえって言うんですよ。時間がねえだと、好きだったらその度に開けろや。本当にもうそう思うわけよ俺は。思いません皆さん、本気でね、もう好きだったら、もうそんだけもうネタバレも嫌なぐらい愛してるんだったら、その時間ぐらい開ければいいじゃないですけど、僕は思うわけなんですよね。もしかもさ、なんだろう、最近ではほら、何、電子タブレットみたいな、電子タブレットでしたっけ電子書籍か、電子書籍とかそういう便利なもんでも出てますし、だからジャンププラスとかでも今配信されてるじゃないですか、いろいろとね。もうそれとかもあんだから、そういうので見ればいいじゃないって僕は思うわけなんですよ。もう本当にもうなんか痛いし、なビリじゃんってか、ビリまさかのマジってか、唾飛びすぎてやば、この部屋なんか臭いんだけど。なんか、はい、てなわけで、何回目ですかこれは。4回目ですかね。4回目。今日なんかミラーがやたら多いな。なんか今日ミラー多くない？本当にこれミラーだよね。めっちゃ慣れてないから大丈夫かな。俺慣れてないよこのステージ、大丈夫かな、怖いけど。まあなんかとりあえず話していきます。なんかあります、話すこと。言うてですね、あの動画が出てから、あの1本目ね、1本目の動画見てから出てから、まだ1日も経ってないんですよ。なんか撮るのが楽しくなっちゃって、もう1日で2、3本撮っちゃってるわけです今。だからそう、コメントとかも読めねえのよ。あと毎日投稿するって言っちゃったから、そのストック作りのためにまあ、そのストック作りのためにもね、やっぱり今何本か撮ってるんですけども。てかミラー怖いな、なんかマジで、やばいやばい、怖いな、大丈夫かもこれ。うわー、できない気がする。てかこれ、こいつ怖いな、こいつ怖い、こいついた、何それ、何それ。まあいいや。でなんか、はい、話すことないですどうしよう、話すことはないよ俺、何すればいいのかな。もう今本当に話すことなさすぎて、どうする。じゃあ何の話しよう。分かった、じゃあ今僕が使ってるこのキャラの話をしましょう。このキャラってワリオじゃないですか。僕小学校の時に唯一多分持ってたゲームが、ゲームボーイアドバンスのメイドインワリオあるじゃん、わかる、メイドインワリオだっけ、回すやつ、回したり、浮いた、あーやばいやばいやばい、あれを唯一持ってて、でも逆にゲームボーイアドバンス持ってんのに俺ポケモンはやってなかったのよね。もうそれしかやってなかった、むしろゲームボーイアドバンスで持ってるのに、なんでだろうね。まあいいんだけど、そんなもどうでもね、本当にもう話題なさすぎてそういう話しかできなくて本当ごめんね。もうその話題のそれがないからさ、もう話題がなさすぎて、俺いつもさ、その何、飯行った時とかさ、最近何してんのってそれしか聞かないから、友達にもう話題がないのよ本当に。いやもう前も言ったけど、それやっぱ外に出ない生活をねしてると、そうな、うぜえ、そうなっちゃうんですよやっぱり。本当にごめんなさいね本当に。ああ、待って待って、サイン、よーい、あんまり嬉しくない。はい、でなきゃ、でもこれ最後にしようかな。もうラストレース、もう喉が枯れすぎて、もう原型がないから、喉の原型がない。まあ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 、やっていきましょうとりあえずね。ここなんだこのステージ、よくわかんねえな。ヨッシーアイランド的なやつかな。まあいいわ。まあなんかね、なんで今更なってマリオカートがこんなに流行ってるのか、わあやば、こんなに流行ってるか俺よくわかんないんだけどさ、まあ、多分もう本当にそのアプリで配信されたからとか、まあ俺の場合はそのジュキアとか周りがやってるからっていうのがあるんだけど、やたら最近流行ってるね、マリオカートね。
まあいいことでしょう、いいことですけどね、めちゃくちゃいいことなんだけどさ、なんか寂しいなーってよくわからんけど意味が。まあこのさ、俺思ったけど、このでかいやつは何なの、これ、これでかいさ、あのキノコ何なの、マジでいつも気になってたわこれね、いつも気になりますよねこれね、何どうしたの、これどうしたのこれ、え、今日やばくないこの操作の仕方、ヨッシーってさ、あんなでかい卵から生まれるのかな。でもさ、だとしたらさ、よくスーパーマリオブラザーズとかに出てくるあのヨッシーいるじゃん、あれがあのサイズって考えたら、マリオやたらでかくない？え、そういうことでしょ。え、それか何、うわーぜ、それか何、あのサイズのヨッシーもいるってことなのかな。よくわかんないんだけど、なんかそのあんま詳しくないからわかんないんだけど、しかも何の話をしてんのか俺もよくわかんないし、なんかうざいしなこいつら、目の前のやつ全部取って、うざいうざい、全員引かれそうじゃねえか、俺も引かれたし、今引かれかけたし、今ポンって、あ、うざいし、なんかなんでこいつら俺のこといじめるんだし、おかしいし、滋賀県に行きてえし、あ、なんかちょっとテンション下がってきたわ、あ、うぜ、なんかテンション下がるわ本当に、ああ、よーしテンション上げてこう、うん、テンション上げてこう、よし決めたよ、絶対にテンション上げてこう、ポンつって、よし行きましょう、でこうダブル取れなーい、あ、キラー、久しぶりに俺キラー使うよ、行くよ、ポーン、いいね、やっぱキラーって安心できるよね、あ、こいつポーン行け、いいね、いいよいいよ、でこのまま使って。このまま使って、ここ行って、ここ行って、ここ1、ここ1、ここ1からの、ここ1からポーン、いいね、6。まあ悪くないんじゃないかな。てなわけで、最後、お疲れ様でした。僕のチャンネル登録お願いします。そして、大好き。あ